某バラエティ番組でチーフプロデューサーを担当している K 氏から突然こんなことを尋ねられました。吉本の山田花子にまた死亡説が出てるみたいだけど何か聞いてる？と素朴な見た目と大胆なギャグでお茶の間を賑わせていた山田花子。そういえばいつの間にかテレビから消えてしまいました。出産を機に東京の家を売り払い大阪へ戻ったという話は聞いていますが、とても恐ろしい話です。一昨年第二子となる次男を出産してしばらくしてから仕事に復帰したという話を聞いたんだけど、今年に入ってから精神が不安定な状態とかで営業の仕事を立て続けにキャンセルしたらしい。旦那は相変わらず無職同然で飲みに出歩いてばかり、家計も子育ても彼女が全部一人で回してる状態なのが気の毒だよね。子供もまだ小さいし、死亡説はこれまで何度か出ていたけど、そんな現状だからこそシャレにならない。今田耕司の大ファンだったという山田花子のデビューは、彼女がまだ中学生の時、大阪の番組に素人として出演したのをきっかけに、吉本から声がかかって、芸人としてのキャリアをスタートしました。高校卒業後は女子プロレスラーを夢見ていた。時期があり研究生としてトレーニングを積んでいましたが、頭蓋骨を折る重傷を負ってしまい、その道を断念。その後、古巣の吉本に戻って新喜劇女優として再スタート。口数は少ないけどいつもニコニコと笑っている優しい姉さんでみんなから好かれていると話すのは、吉本クリエイティブエージェンシーの社員。大阪ローカルにはちょくちょく出てます。私も今月に入ってから何人かに聞かれましたけど、山田は死んでません。毎日育児に追われて忙しくしてますよ。音楽家のご主人は友人らと定期的にライブをしてるようですが、家族を養える収入は得ておらず、事実上の日も不憫ですよね。みんな山田を心配しています。身長も150センチと小柄ですし、愚痴をめったに漏らさないタイプなので、夫に対しては相当溜まっているんじゃないでしょうか。仕事と家庭の両立は大変かと思いますが、今は可愛い息子2人の存在だけが心の支えかと、結婚当初から不甲斐ない男と悪評が立っていた夫の福島正則氏、不定期でライブをする傍らでトランペット講師として個別指導なども行っているそうですが、そもそもの音楽家としての活躍の場が少ないことから声がかかるのは稀、むしろ皆無なのだそうです。お酒と女性が大好きな方のようで、自由気ままに生活されてます。山田が惚れた男性で、カツトランペッターという異業種なので、一時期吉本が面倒を見るかという話もあったんです。夫婦でテレビ出演したことも何度かありましたし、コスパの良いイベントに声がかかったことも。しかし彼の目に余る素行不良ガーダとなり、契約するには至りませんでした。もうちょっと山田を思いやる気持ちだったり、やる気のある方ならば夫婦セットで売り出すことも可能だったのに、もったいないですよね。嫁の稼ぎに依存している夫は山田花子より5つ上、そんな頼りない男なんて早いとこ捨ててしまえと思いますが、山田本人は周囲のそう一体身には一切耳を貸さず、死んでも離婚せえへんよの一点張りなんだとか、理由はわかりません。ですが結婚した当初、こんな私をたとえ一瞬でも愛してくれた人なんだから、どんなことがあっても手放したくないと話していたので、自分にとって彼は運命の人だと信じきっているのではないでしょうか。離婚しないもう一つの理由として、個人的な見解ですが、彼女が入信している団体 S と何か関係があるのかもしれません。縁を養育切る行為はご法度で、目の前にあるものすべてを寛大に受け入れなければならないという教えがあるそうなので、どんな事情があるにせよ、あの気弱で優しい魔法め人間の山田花子が窮地に追い込まれているという話を聞くと、心穏やかではいられません。ストレスから解放され、本当の幸せをつかむ日は来るのでしょうか。奥さんとなる山田花子さんの猛アピールでイケメントランペッターがついに陥落、幸せな結婚生活を送っていると思われた山田花子さんと福島正則さんですが、売れっ子芸人に惚れられた強みを利用して、
福島正則さんがやりたい放題だというのです。結婚した時にはブラームスのように生涯独身を貫くつもりだったとコメントし、もともと結婚するつもりはなかったのに山田花子さんがあまりにもしつこいから結婚した風な雰囲気を出しています。お酒と女性をこよなく愛するイケメンだけど最低なトランペッターのエピソードをいくつか見ていきましょう。キスなどのスキンシップやおしゃべりにまで妻にお金を要求する福島正則さん、普段の生活もいわゆる紐状態だと言われています。結婚当初には二人の共同口座に貯めていたお金を山田花子さんに無断で高額な楽器を購入するのに使ってしまったり、飲みしろやキャバクラに行くお金をもらっていたそうです。自分が稼いでいるわけでもないのにハンドクリームやリップクリームは高級品を使い、散髪も奥さんの山田花子さんが格安店で済ませているのにわざわざ上京して美容院でカットしてもらっていると言います。さらにトランペット教室の生徒募集のために100万円近くのお金を出してもらって HP をリニューアルしたにもかかわらずあまり効果はないのだそう。都内の楽器店のトランペット教室も月2回のレッスンに生徒はたった5人、さほど稼いでこない割に趣味嗜好は1人前、酒飲みやキャバクラなどの遊びは奥さん持ちって相当やばい紐っぷりなのに、奥さんの山田花子さんが愛想を尽かさないのが不思議でなりません。福島正則さんの悪い噂はさらにあり、子育てを全くしないのだそうです。いくら母親が関わることが多いとはいえ、今時子育てをしないお父さんなんて相当時代に逆行している感じですし、自分の分身とも言える子供が可愛いと思っていないのではないかと疑ってしまいます。子育てをしないのであれば外に行ってしっかり稼いできてほしいものですが、ただ話によると子供の保育園の送り迎えは福島正則さんの担当になっているようなので、少しは子育てに関わるようになったのではないかと思われます。奥さんである山田花子さんの稼ぎで友人とお酒を飲みに行ったりキャバクラに通っているという福島正則さんですが、奥さんがいるのに浮気が絶えないのだと言われています。公にはどの程度の浮気なのかは明らかにされていませんが、福島正則さんのブログにはたまに綺麗な女性とのツーショットが載っているので、かなりの女性好きだということはわかります。旦那である福島正則さんの振る舞いが目に余る山田花子さんですが、離婚という選択肢はないのでしょうか。実は友人に離婚したいと相談を持ちかけたことがあるそうです。福島正則さんの方が、しかも相談相手は女性の友人。福島さんの相談理由は山田花子さんに向上心がないからというもの。お相手はどんな気持ちで聞かれていたのでしょう。散々奥さんの稼ぎでやりたい放題している旦那がどんな顔をして友達に離婚の相談をしているのかも気になりますが、何をもって売れっ子芸人を捕まえて向上心がないと言っているのか訳が分かりません。ただ離婚をしたいと思っているのは福島正則さんだけのようで、離婚の危機にはなっていないそうです。危機死に勝る残念な旦那さんで、離婚をしたいと思っている福島正則さんに対して奥さんの山田花子さんは離婚する意思は全くないそうです。周りからも離婚を勧められても死んでもする気はないときっぱりと言い放つのだと言われています。その理由として考えられているのが、自分が感じ取った運命の男性だという気持ち。自分が好きになった男性が結婚してくれただけでも十分に嬉しいのだというのです。家で待っていてお帰りと言ってくれる、それが幸せ。夫婦の形はいろいろあって自分たちが満足していれば問題ないのですが、他人事ながらちょっと気になります。お笑い芸人の山田花子が21日に自身のアメブロを更新、夏休み初日に次男が怪我をして病院を訪れたことを報告したこの日、山田は夏休みの初日というタイトルでブログを更新し、次男が公園でサッカーボールを蹴ろうとして空振りして太ももを痛めましたと報告。病院に連れて行ったら筋肉の筋が切れてるかもと説明し、
簡易的な治療で足を固定してもらいましたと、足を固定した次男の姿を公開した。続けて明日違う病院で MRI を取ってもらいますと、別の病院を訪れることを予告し、何もなかったらいいのですがと心配そうにコメント。ワンパク次男やら貸しましたと述べ、足だけであとは元気ですと報告し、しばらくは安静にさせますと綴り、ブログを締めくくった。この投稿に読者からは、大変でしたね、心配ですね、大ごとに至らないことを願ってますなどのコメントが寄せられている。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。